夏バテじゃ京都へおいだす動物祭京都アッキーです。本日はね、武田の近くまでやってきました。ほんでね、ちょっとねこの辺で前から気になってる中華料理屋さん、むちゃくちゃランチが安いよ。ほんで本日初潜入してこようと思います。なんて読むんか店の名前もちょっと読めへんけども、はい、とりあえず今から昼飯を食らってきます。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そしたらやってきたぞ。これ24号線、武田井出橋、はい、こちらをこの吉野家の店を南に下がるとあるんやけど、このお店なんですよ。前からずっと気になってたんですよ。初潜入ですよ。はい、なんかランチ600円って書いてある。入ってみな分からんけど、はい、ほらほんまの中華料理や。ほら初潜入じゃ、行ってきます。ほんまのね、ほんまの中国に来た時のようなお店ですわね。ほんま中国旅行来たみたいな感じ。はい、600円やね、これ。この辺が600円。ほんでこれが新メニュー。なんて読むかわからん。なんかね、メニュー見てたらね、この胃の肉のメニューが結構豊富なんで。あ、でも牛もあんな。鶏も。結構いろんなのがある。羊もある。海鮮もある。たくさんありすぎるわ。ほら、豚。今日はビール。定食なんで、瓶ビールでゆっくりいただきます。600円の定食どんなんやろうな。むちゃくちゃ安いね、600円。3時までらしいです、3時まで。ほんで今2時45分、やばかった。やばかった。よっしゃ、泡ばっかりになったけど、いただきます。初潜入ですよ。いつできたんかな、これ。最近ちゃうかな、知らんけど。はい、店の名前もね、聞いたけどね、読めへん。なんかほんま中国の名前なんですよ。はい、だから場所確認してください。ということで、ビールいただきます。チンジャオロース定食600円、600円ですよ。うまそうでしょ、これ。本格中華ですよ、これ。珍しいね、もやしが入ってるチンジャオロース。珍しい、でもうまそう。ほんでサラダに、これなんなんやろ、なんなんやろ、ようわからん。ほんでスープです。ほんでご飯、結構大盛りです。ということで、いただいていきます。いや、びっくりやね。こんな安い料金でね、中華ランチがいただけるとはね。まずはスープからいただきます。わかめスープです。わかめスープ、うん、これが気になるな。これ何だろう、ちょっと食ってみるわ。これ、ザーサイや。俺の大好物のザーサイ。
ピリ辛でうまい、うん、このチンジャオロースいただきましょう。珍しいね、ほんまにこれもやしが入ったチンジャオロース。でも絶対合うと思うわ。ほんであのタケノコの代わりに人参か、ほんで豚、もしかしたら本場はこんなんがチンジャーロースなんかもしれんね。知らんけど、ほな食らってみます。おいしいわ。入った袋でヘルシーなチンジャーロースっていう感じです。でもチンジャオロースっていうか、どっちかというと野菜炒め的な味のチンジャオロース。米もいっぱい入ってるぞ、男食いじゃ。味がしっかりしてるからご飯が進む。これはね、米にほんまに合う、ほんまに合うから、もうチンジャオロース丼、それにしてぶっかけていくわ。ぶっかけていくぞ。このタレうまいからね、このタレをねご飯にしっかり染み込ませて、野菜たっぷりエキスを、よいしょ、よっしゃ、これはうまいね。これでチンジャオロース丼です。このエキスが染み込んだご飯もうたまらんね。これ見てください、これほら、いや激安で美味しい中華がいただける素敵な中華レストランでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。本格中華がこの料金で楽しめるのはありがたかったですね。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。こいこいよなんちゃらもこんちゃら分からへん、店の人に聞いたけど、中国語で言われたんで分からへん、名前が分からん、ちょっと帰って調べてみるけど分からんかったらごめんなさい。こちら伏見の24号線武田久保町のあたりにこういう感じでね、600円の中華料理おいしくいただけるお店がありますんで、皆さんよかったらご利用していただいたらいかがでしょうか。もう食欲そそるメニューがたくさんあります。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。ありがとうございました。